こんにちは田中雅です、えー、私ですねフリーランスで構成、えー、作家リサーチャーライター翻訳家などをやってるんですけれども、えー、このチャンネルでは私が普段目にしたニュースであるとか私が普段生活していて思ったことをどしどし共有していくっていう趣旨でやらせていただいてるんですけれども、えー、本日取り上げたいトピックは、まあ、ちょっと雑談チックになるんですけれども今後、えー、報道はどう変わるべきかっていうことをあの 兵庫県知事選を振り返ってみて、思うって思ったことを語りたいなと思っております。兵庫県知事選のことが、あのまあ、結果が出て、えー、ずっと話題になってるんです。けれども、えー、ついにあの、テレビがネットに負けたというか、ネットの力がテレビに、えー、をしのいだ。えー、ネットのがあの、まあ、テ,レビやテレビとか新聞の報道に惑わされずに。 あのまあえー、ネットユーザーの中には斎、えーまあ、藤,藤健知事を再選させることができたっていうような,、えー、なんか論調がネット上ではすごく相次いでますよねテレビ対ネットでネットが勝利したっていうような、えー、形で,形で,で、まあ、それに伴ってあのテレビは真実を報道しないであるとか、えー なんか、えー、偏った報道をしているとか、えー、テレビ新聞、まあ、オールドメディアのことを、あのー、まあ、ちょっと叩いているというか、ね、バッシングされている方々も、えー、多くって、まあ、えー、結構な分断が進んでってるんじゃないかなと、えー、私自身は思ってるんですよね。まあ、あのー、まあ、テレビには左右されないっていう層の方々ってネットには多かったりしますし、 まあネットっていうか若いそうですよね。もう全般的にそうなってるのかもしれないですよね。10代から50代、えー、自分たちの目で、あのー、まあ、えー、ちゃんと審議、えー、を判断するというか、審議というか、あのーまあ、テレビもネットも見た上で、えー、自分たちで判断するというか、まあもう、えー、デジタルネイティブ世代、に、えー、今の30代前半以下とかはもう完全にそのテレビを見る習慣がほとんどないので、あのネットから情報を取って、 であの今回斎藤知事を支持するっていうような形に動いたと思うし現にあのあの今回の兵庫県知事選あのすごい投票率がすごい高かったらしくて特に若い人たちがみんな選挙に行ったっていうようなみんなではないと思うんですけれども、えー、行ったっていうことであの、まあ、それがその斎藤知事を生み出す源流というか原動力になったっていうような。 形にはなってると思うんですけれども、それで私考えたんですけれども、まあ、報道って今後どうあるべきなのかなっていうようなことですよね。あの、まあ、テレビ、えー、新聞今回その、まあいろいろとあの叩かれてるじゃないですか。 え先ほど説明したとおり、えー、それを含めて、あのー、まあテレビと新聞はどう変わっていくべきなのかっていうことを、私、おこがましいながら、業界人という立場で、えー、まあちょっと思ってることっていうのがありまして、まあえー、今後、やっぱり、えーまあまあ、テレビって分かりやすいものをあの敵にするんですよ、敵というか、えー、やり玉にあげるんですよ。えー、昨日の動画ででもも説明したんですけれども 今回その分かりやすい構図たったのはパワハラっていうことだからあの斎藤知事がやったかやってないかはちょっと僕は誰にも分からないところなんですけども本当にでそれはあの受け取り手の感覚にもよるんでパワハラだったかどうかっていうのはえー、それでまあパワハラとか出ちゃうとやっぱりその分かりやすいんで あの構図としてはでやっぱりテレビがなぜその分かりやすい分かりやすいで僕さっきからずっと言ってるかっていうとあの視聴者層が老若男女老若男女男女全員なんですね一応テレビが置いてる視聴者って時間帯によって重視する層は変わるんですけれどもテレビっていうのはみんなが見るもの無料なのでみんなが見るものというような立ち位置になってるんですよ。 であまあ、一応、あの中立、中立じゃなかったかもしれないですけども、あのーまあ、それなりに中立性を保ってというようなことだから、もう年代も幅も広く、えーまあ、マスを取るのでだから、だからこそマスメディアなので、あのーまあ、視聴者の層も分かれる、視聴者の方も層も全部、えー、入れてるんですね、あのーえー、知識層の方から、高、え、校、ーまあ、出たあがあ学歴が高卒であるとか、まあ、とこういう方、あれかもしれないですけども。 えー、中学卒業、中卒義務教育を終えただけの方とか、えーまあ、お子様とか、えー、そもそも、あのー、大人ほどのち知識がないお,お子様とかも対象にしてるし、えー、あとは、まあ、ご老人とかも対応にしてるんで、高齢者層も対応にしてるし、主婦層とかも対,応対象にしてるんで、あのー、本当に分かりやすくないとダメっていうのがあるんです。 みんながもう一回見ただけであのよく言われるのがテレビってあの台所作業をしてながらみじゃないですか台所作業をして音だけ聞いてても分かる内容じゃないといけないって言われてるんですね。えー、となってくるとあのやっぱりながらみ、えー、前奏を取るっていうことになってくるとやっぱりその分かりやすいのがパワハラって、えー、この人を叩こうっていう構図になっちゃうんですよね。 っていうのを僕自身は今後あのその姿勢やっぱり今テレビ多分10代から50代の中でも今回テレビが信用できないとか、えー、テレビ報道は変更してたって言ってるってことは要するにテレビと新,、まあ、新聞は見てないかもしれないですけどテレビは見てたと思うんですよね。っていうだってそう言わないとテレビだってそうじゃないとテレビが変更報道してたって言えないじゃないですか。 えーまあ、言ってるっていうことはあのテレビとかあ、まあ、夕方のニュースであれとか夜のニュースであれとか、えー、見てるんだと思うんですよそれなりに、えー、家帰った時とか、えー、だからやっぱりその、まあ、今後、まあ、テレビ業界の人はもうなんかこう視聴者をが分かりやすいものだけを求めているって思わない方がいいんじゃない かなと思ってる単純にそれを思ってあの分かりやすい敵を作るとかっていうのはもうちょっと通用しなくなってくるんじゃないかなと思いますよね。視聴者はそんなにあの間抜けでも、えー、バカでもないっていうふうに思わないと、えー、今後はその、まあ、何をやるにしてもまたテレビがとか言ってくると思うんですよ。 もちろん、その、裏で、あの、利権だとか、権力構造であるとか、そこと繋がってたから、今回、斎藤知事をバッシングしたっていうのはあるのかもしれませんが、僕自身はそういった話を周りでは聞いたことがないし、それはちょっと分からない、中枢にいないと分からないことなんで、本当に。なんで、そこに関しては言及しないんですけれども、あったかもしれないし、本当にそうじゃ、そうじゃなかったのかもしれない。えだけれ、あともう一つ、あの、テレビっていうのは無根拠、根拠が薄いものを、 あのー、そ報道できないっていうのがあるから、あのーまあ、今回もパワハラも根拠がなかったのかもしれないですけれども、えーまあ、一応その文書として出てきたのを根拠として取り扱うんであれば斎、あのー、藤知事はいい人だったであるとかこんなこともしてきました、まあ、実績もそれは根拠は根拠なんですけれどもそれよりもそっちの方が文書っていう形で出てきちゃうと分かりやすくなっちゃうっていうような分かりやすいというか根拠として成立しちゃうっていうのが、えー、あるから。 あのまあ、えー、こうまあいい人エピソードとかちょっと裏取れないからっていう形になっちゃうんであのそれで扱っちゃったっていうのもあるとは思いますなのでそういう姿勢ですよねまああのやっぱり、えー、ソースのあるものを、えー、取り扱うのがテレビの第一主義なのでああのまあ、そこに関しては、えー、そのままでいてほしいんですけれどもやっぱりその。 えー、こう分かりやすさ視聴率の良さセンセーショナルさを求めるがあまりあのこう過度にその、えー、一つの,もの方向に、えー、位置づけていくような、えー、報道姿勢というか報道のやり方というか、えー、それを改めた方がいいし中にいる人もあの <laughs> パワハラだと。 多分判断がでできてないんんだと思うんですよねパワハラーにが判断できてないってわけじゃなくてあのやっぱりその分かりづらいじゃないですかあのさっきから分かりやすい分かりづらいってのは本当に知っていて恐縮なんですけれども何をこの斎藤知事がやったかとか別に斎藤知事じゃなかったとしてもあの何をこの政治家がやったであるとか何をこのタレントさんが活動してたとか裏ですごいめちゃめちゃいいことを教えてここまでこんな人たちにいろんな貢献をしてたその人が。 えー、県政を良くしようとしたら都政を良くしようとしてた。えー、だけれども、多分、あの何をやったかとか、具体的に調べるのって、超時間かかるし、あので一概に分か,りず分からないんですよね、こう調べても、すぐには、えーあの。人海戦術使ったとしても、テレビ局の、えー、なかなか見,見えてきづらいので。 えー、でそこでまあ、あのー、そパワハラであるとか,なんかセクハラであるとかそういうのが出ちゃうとそこに食いついちゃうんですよ分かりやすいから分かりやすいとかすぐ行けちゃうからそれって知ら報道を出すのは。で他社も報道しちゃうからそれ例えばフジテレビさんがそれを報道しゃしゃ先に報道しちゃったらえー、他でもあうちもうちもみたいな感じ、えー、もうやっぱり民放各,各局競争してるんでうちもやらないとうちもやらないとね日テレさんでやるとか。 えー、TBS さんとかもや,やるって形になっちゃうからなぜここではやらないんだみたいな形になっちゃうし、えー、なんでその他者とのライバル関係というのもあるから他局とのやっぱりその一つが飛びつ一つがそれをやっちゃうともう一つも追随しちゃうっていうような、えー、うちはもっとこんな情報を持ってるっていうなんかその一方向の中での詳しい情報っていうのをやろうとしちゃうんで何かそう深く調べる間もないまま。 どんそこに関しても何ていうかそのまず一旦置いておいて各局に言いたいんですけども一旦置いておいてもう別の方向から調べることできないですかって僕自身は思いますよねまあまあ中にいながら恐縮なんですけれども一旦そのパワハラっていうのがあっていう情報が来たと来たそれは分かった分かったから、まあ、ちょっと報道するぐらいいいんですけどいきなりバーンって出すんじゃなくってちょっと貯めておいて ちょっと流す程度にしておいて、ちょっとちょっとこう弱地をひねる程度にしておいて、他にもないかと、対義、それと対立するような情報ないかっていうようなことをちゃんと調べた上で、今後両方出してみる。えー、番組が変わってもいいんですよ。 例えば、えー、モーニングショーさんでは、えー、こう報道してましたけれども、同じテレビ局の、えー、報道ステーションさんではこういう報道し、別の切り口で報道しましたっていうような、えー、形でも全然いいんですよ。そういうような形で、その、もう一定方向で押せ押せでいくんじゃなくって、こう同じ局の中でも、えー局えー、局が変わったとしても、なんかこう、もうより、えー、多様な方向性で報道できないですかねって。 僕自身は思いますよねそうしていかないと視聴者ってどんどん離れていっちゃうんじゃないかなって思うしそれこそ本当にネットが正義だとかネットに力があるネットに真実があるみたいに思っちゃうんですよ実際真実はない可能性の方が多いんですけれども、ね、も,うもう多いんですけれどもねない可能性の方が多いというかしない可能性のもあるんですけども、ね、今回だって、まあ、前の動画でも申し上げましたけれどもあので 言ってしまえばネットさえ味方につければどんな商業だって隠されちゃうってことだと思うんですよ。言い換えれば今回の。本当にこうんかこう裏で悪いことを教えたとしてもその人がネットさえコントロールできちゃえばその悪いことっていうのが隠されていい人であるとかなんかえ 他の,他のしたことがなんかそれがちょっとしたことなのにすごいクローズアップされて勝手にそれでムーブメントになって新たなスターが誕生する政界であり芸能界でありか関係なく出てきちゃうっていうことがあるのであるんじゃないかなと僕自身思ったんですやっぱりそれはネットをある意味盲信しすぎでもあると思うしやっぱりそれは玉石混交だからなんかこう 多分センセーションの何ていうかそう書き立て方によって、煽り方によってネットって、その断定的な口調を使ったりとか、この人が絶対に悪い、この人は絶対にいいみたいな、0100みたいな書き方をすることによって、人って、人を洗浄してしまって、人もそれにこう、何ていうか左右されていっちゃうんですね、どうしても人って。その感情的な発言に、そこに事実がかどうかは置いておいて、っていう風になんかコントロールえーしてしまえば、 世の中をハックできるみたいになっちゃうっていうのはちょっと危険だと思うからやはりそこはその,あのネットメディアだけを、えー、見たりとか SNS だけにあの頼ってしまうっていうのもにもちょっと僕師は、えー、ちょっと、えー、まずいんじゃないかなと、えー、思うんで、えー、まあ、えー、テレビとかを叩くのも、えー、いいんですけれども。 やっぱり SNS に関しても慎重になっていければなと思っていますし SNS の方もあの、まあ、やってると思うんですけどもにこんな見方もあるよこんな見方もありますよっていうのをちゃんと皆さんが提示していってそこにもちゃんとそのいいねであるとかリポストであるとかたくさんついていくようになったらいいなと私自身は思っておりますそういう意味でやっぱりそのまあリテラシーですよね そういうのが浮き彫りになった選挙なんじゃないかなと思うし、まあ、今後その、えーまあ、マスメディアが世論形成していくっていうのはやっぱりその現実的に難しいんじゃないかなと思うんで今後そのネット化、えー、強くなるっていう状況は、えーまあ、しばらく続くというか、まあ、結構そのうちやっぱりその今現状はイーブンなんですけれどもイークローなんですけれどもテレビとネットの力って。 まあ今後はやっぱり逆転していくのかもしれないなと思ってはいます。ただそれがいいことかどうかは、えーあのー、やっぱりネットがコントロールすると世の中を動かしちゃうみたいな状況になっちゃうから、えー、そこに関してはいいことかどうかの評価はまだしないでお,きおこうと思っております。 皆さんはどう思ったでしょうか、えー、もしご意,見ご意見ございましたら、えー、ぜひコメントいただければなと思っております、えー。ご視聴いただきましてありがとうございました。この動画が面白いと思った方は高評価並びにチャンネル登録の方よろしくお願いいたします。それでは。